日一日ね、ご飯バージニアマルボロサムタイムあら半分ぐらいは必要だよね、クラスでうちの学校吸えるからね灰皿まで置いたんだそんな吸いすぎなきゃ大丈夫じゃないですか買いに入れなくてそうなんか数時間が見えてるんで、それでただ格好つけてるだけ出すだけがさそうだから格好つけて最初は大体そういう人がいた友達がいてそういうふうにやってればそんなに影響ないんだ全然ないって言ってましたよみなさんの周りでは多くの人がタバコを吸っています最近では未成年者や女性がタバコを吸う姿をよく見かけるようになりましたタバコが体にとっていいものだと思って吸っている人はまずいないでしょう体に悪いことは多くの人が知っていますそれを知りながらなぜタバコを吸う人がいるのかそしてなぜやめられないのかタバコの正体は一体どんなものなのでしょうかどんな感じでしたまずいっていうかなんかもう喉が痛くてなんかすげえ煙がなんか入ってきても絶対吸う気なの平均寿命が9年短くなるって言っててなんか常に吸ってる人と全然吸わない人のなんか死亡率っていうのの平均を比べてみると9年短いんだって理科で習ったけど肺が呼吸できなくなるんでしょ呼吸の周りにもう煙じゃなくてニコチンレバーを食えば大丈夫、レバーは肝臓でしょそうだいろいろな意見が出ているようですがタバコとはどんなものなのかまずその成分を見てみることにしましょうタバコ顕微鏡で見たタバコの煙粒子とガスでできていますさらに電子顕微鏡で拡大してみます粒子は大きな粒子と小さな粒子からできていることが分かります大きな粒子は人が吸い込んでから吐き出した煙小さな粒子は人が吸っていないときにタバコの先から出る紫色の煙ですこの2つの粒子そしてガスの中に人間の体に有害な物質が含まれているのですタバコの煙には3000種以上の有害物質そして40種以上の発がん性物質が含まれています特に主成分であるニコチンはごくわずかな量でも人が死んでしまう猛毒ですドラマや映画に出てくる青酸カリの実に3倍から6倍も毒性が強いのですガス油垢式の不完全燃焼などで死亡事故を起こす一酸化炭素タバコの煙は車の排気ガスと同じくらいに濃い一酸化炭素を含んでいますつまりタバコを吸うのは排気ガスを直に吸うようなものなのですガス吸い込む量によってはほんの数秒で死んでしまうこの猛毒ガスもわずかながら含まれていますもちろん一本のタバコに含まれているこれらの有害物質はすぐに死んでしまうほどの量ではありませんしかし何年もの間吸い続ければ体を蝕み病気を引き起こしてしまうのですではタバコを吸い続けると一体どうなるのでしょうか ウサギにタバコの煙をほんの一瞬吸わせてみますそしてウサギの毛細血管を見てみましょうタバコの煙を吸った途端血管が収縮し血液が流れなくなってしまいましたタバコの煙には
このように血管を収縮させる働きがあるのです。血液の流れが悪くなれば体中に障害を起こします。例えば人間の脳は肺が取り入れた酸素の 20% を必要としますが、血液の流れが悪くなれば当然その影響を受けるのです。今度は喫煙の習慣のある人の肺の中の一酸化炭素を測ってみます。なんと正常値のおよそ3倍。この人も正常値の2倍以上の一酸化炭素が検出されました。10人測ってみて8人から正常値以上の一酸化炭素が検出されたのです。これはタバコの影響で肺の中がとても汚れていることを示しています。タバコは人間の神経にも大きな影響を与えます。喫煙の習慣のある人にこんな実験をしてみました。まずタバコを吸わない状態で小さな輪の中に棒を入れて周りに触れないように一定時間じっとしていてもらいます。周りに触れた回数が手の震えを示します。タバコを吸わないときは周りに触れた回数は2回でした。今度はタバコを一服してもらった後同じ実験をしました。タバコが手先の細かい神経に影響を与えて手を動かさずにいることができなくなっています。初めはわずか2回だった手の震えが今度はなんと24回。これではとても細かい手作業はできません。この小さなタバコの粒子は肺から体内に入って多くの内臓障害を引き起こします。これは正常な人の肺、白く滑らかな状態になっているのがわかります。そしてこれはタバコの吸い過ぎから肺気腫という病気を引き起こした肺です。タバコの煙によって肺が崩れてしまっているのがわかります。さらに肺胞と呼ばれる肺の一番奥の部分を見てみると右側の肺気腫の肺はキメが粗くなり一部は破れたように見えます。拡大してみると肺胞が破れているのがよくわかります。こうなると呼吸をしても取り込める酸素の量が減るため通常の階段の上り下りさえできなくなってしまいます。この肺気腫という病気はタバコを吸わない人はほとんどかからない病気です。しかしタバコを吸う人は吸わない人に比べてその8倍かかりやすくなると言われています。さらに注目すべきことは10代から吸い始めた人はその倍、つまり吸わない人に比べてなんと16倍もこの病気にかかりやすくなることです。このように10代の喫煙は20歳を過ぎてからの喫煙に比べて2倍から3倍も様々な病気にかかりやすくなります。そして最も恐ろしい肺がんはタバコを吸わない人に比べておよそ25倍もかかりやすくなるのです。これが肺がんになってしまった肺です。中を見てみるとタバコの煙によって黒く汚れているのがわかります。ここに並ぶ数十本の瓶はタバコの煙が含む発がん性物質です。その数およそ40種類。タバコが原因と思われるがんの悲劇は今も後を絶ちません。進撃、はあ、進撃いらっしゃったんですか。全然初耳だよ。漫才コンビコロンビアトップライトとして大変人気のあったコロンビアライトさん、
タバコが原因と思われる喉のがんのため声帯を失ってしまいました。現在は自らの体験を通してタバコの恐ろしさを訴えるボランティア活動を続けています。はマッチですか。はいだらはいだらはいだら、はい、だ手を出せ、はい、手を出せ手を、手を出せ声帯を閉じなんて言葉の素晴らしさ感じます。これ一つ聞いたいことがあったりの、それはタバコやめましょう。ダメ。世界中がタバコをやめる日。もう一つタバコの害の恐ろしい症状に、やめようと思ってもやめられなくなる慢性の中毒症状があります。朝起きるでしょ、もうぼやっとしてますから、どうしたって寝床で一服でしょ。であとはもう会社行けばもう毎度の通りですよね。で帰りがけに仲間と酒飲んで一服でしょ。でどこ行ってもお金さえありゃコインのね自動販売機がありますから、そういう意味の習慣性がねすぐついちゃいます。朝起きたらすぐ吸って、お顔洗ったら吸って、仕事の休憩に吸ってっていう習慣が抜けないんですよね。あの吸い始めた時は灰皿も買わなくて、3年間ぐらいはちょっと空き缶だったんで、すぐやめるから灰皿なんか買わなくてもいいって思っていたのが、もうずる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 来ちゃったんですよね。今はやめられてます？いいえやめてないです。やめられない。やめられないですね。